デンバー地震とは、アメリカ合衆国コロラド州のデンバー市周辺で1962年から1967年まで地震が頻発した現象である。1ヶ月に数十回から多い時で80回以上も地震が発生していたが、これらの地震は、デンバー近郊のロッキーマウンテン兵器工場での排液の地中注入によるものと解明された。地中注入による 誘発地震の代表例の一つであり、最初の事例である。第二次世界大戦の最中1942年に、米国陸軍が、デンバー北東10マイルの敷地80.59キロ平方メートルにロッキーマウンテン兵器工場を、竣工し、化学兵器の生産を始めた。戦時中は RMA では、白ン弾、ナパーム弾、マスタードガスやサリン等の通常兵器及び、 化学兵器の製造、所蔵が行われた。戦後は、RMA 内の施設の民間利用も許可され、ジュリウス・ハイマンカンパニーが1946年に殺虫剤の生産を開始した。1952年には、シェルセキューが JHC を買収し、創業を継続。RMA では60年代にロケットエンジンの推進剤の製造も開始した。 1982年には、東西の緊張感はまた環境への懸念から、民間部門を含む RMA における製造活動は停止した。その後貯蔵も中止され、現在の唯一の業務は、地域の除染と自然回復である。RMA が創業中には、廃液は当時容認されていた方法により処理されていたが、 1950年代半ばに汚染地下水による農作物への被害が確認されたため、廃液は隔離する方針に変更され、地上の大量水処理を施した廃液保管地での貯蔵を始めた。地中注入処分、左が有害物質、右が処理された下水大量に溜まった廃液の処分について、陸軍とシェルでは地中注入処分することに決定した。 実施に先立ち、1961年には深さ3671メートルの注入位を掘作し、2150メートルの水を注入し地下水汚染などの影響がないことを確認した。地中注入は1962年に開始され1966年に中止されるまでに約62万メートルの排液が地中注入処理された。 処分された排液には、様々な化学物質、重金属、有機物質などが含まれており明確な蘇生は分かっていない。その後、井戸は20年間未使用で放置されたが、1985年には封印された。なお注入されずに残った廃棄物は焼却処理された。1962年3月に、 排液の地中注入が始まったが4月24日に最初の地震がデンバー近郊の地球物理観測所で記録され以降年内には190の地震があったそれら大半は人が感知しない微震であったが12月4日の地震は窓が壊れるのなどの被害が出た1963年1月から1967年8月9日 までの間に1300以上の地震が発生し、RMA での地中注入が中止されて1年半後になる1967年8月9日の地震が最大で広範囲で揺れ、約100万ドルの被害が出た。コロラド鉱山大学の院生ユンリアン1が学位論文の一環として行った調査により、震源は デンバー市の北の長さ 75km 超、幅 40km、深さ 45km の狭い範囲に集中していることが明らかになったが、この時点では多くの地震学者はこれは天然の群発地震であると考えていた。その後の精査により領域はさらに狭められ、湾が着目していた地震は中入縦港から半径 8km 以内であったことが、 明らかになった。地中注入が地震と関係している可能性を最初に提案したのは、レジスカレッジ地震観測所のジョーゼフ・ブイダウニーである。1965年11月には、デンバーの地質学者、デビッド・エヴァンスが注入量と地震の頻度が相関しているとするデータを、まとめ、大衆に対してもテレビで、大々的に主張した。それに大し陸軍は、 地震と地中注入の関連を否定し、多くの地質学者も懐疑的であった。米国地質調査所でも否定的であり、注入と地震は関係がないことを実証するため観測機器を設置した。ところが観測結果は、注入量と地震の発生頻度の関連を示し、1963年後半から1年間注入を 中止すると、その間の地震の回数は激減し、1964年、後半に注入を再開すると、地震活動も元に戻った。このことから注水と地震の関係が認められたため、1970年代に、ユースッグスでは、デンバーから約3 0 0トル西のレンジリー油田で、同様の観測を行い、それまで1日50回以上あった地震が注水を、 停止すると1日10回以下になり、注水と地震の関係が再確認された。その後1990年代には土壌塩分管理のため大量の水が注入されていたパラドックスバレーで同様な地下注入による地震が観測された。デビッド・エヴァンスには15年後に米国政府から5万ドルの報奨金が与えられた。オクラホマにおける M3.0 以上の地震の発生件数。オクラホマ群発地震2009年以降にオクラホマ州で発生している群発地震でシェールガスを採掘するための水圧破砕が原因と考えられている。1978年から2008年までは有感地震は非常に稀でマグニチュード3.0以上地震は年平均1.6回。 多くて2から3回であったが、2009年、移行急激に増加している。米国では、地震の発生回数の多さから、カリフォルニア州が、地震の首都と呼ばれてきたが、2014年には、オクラホマ州に座を譲った。ABCD ・ヒーリー、JH ・ルビー、WW ・グリッグス、DT ・ローリー、CB、ザ・デンバー・アースクウェイクス、サイエンス161。 1301-1310土井10.1126サイエンス161.3848-1301 http://www.sciencemag.org スラッシュコンテントスラッシュ161スラッシュ3848スラッシュ1301西上金谷田所慶一長井悟る水野隆史 加納康幸、平松義博、注水に伴う誘発地震の発生特性、地学雑誌111巻2号、268から276ページ、2002年。http コロンスラッシュ w w w g e o j o r j p スラッシュジャーナルスラッシュバックスラッシュ pdf111-2 スラッシュ p268-276 pdf。 ABCD コロラドデプト、オブナチュラルリソーシズウィドントハブアスクウェ k クスインコロラド、Do w ー2 0 1 3年1月5日閲覧、ABC ロッキーマウンテンアーセナルリミディエーションベンチャーオフィス。A ブリーフヒストリーオブロッキーマウンテンアーセナル出展のない EN ロッキーマウンテンアーセナルより役者コメント、原文にはどういう処理であったのかは記述されていないが、 環境への影響が確認された後廃液の隔離を始めたとあるので、それ以前は環境への放出であったと思われる。地表から震度3650メートルまではシールドされており、それ以心の21メートルが廃液の珠に用に未射兵である。EN、ロッキーマウンテンアーセナルディープインジェクションウェルより、ハットロッキーマウンテンアーセナルリミディエーションベンチャーオフィス。 ディープインジェクションウェルアーカイブド2013年11月8日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、RMA、アルボ・サイト・ヒストリー・ハット・ユース・グス、コロラド・アース・クエイク・ヒストリー、ハット・ワン。ヤング・リャン、コロラド鉱山大学学位論文 AB ・コイデ・ヒトシ、ハイドロ・フラクチュアリングと、マグマ・フラクチュアリング、地質ニュース290号、1978年10月。 http://www.gsj.jp:/publications:/pub/chishtsun-ews/news1978-10.html. i エヴァンズ、デビ<ター>ッド・エム<ター>、ザ、デンバー・エリア・アースクウェイクスザ。 ロッキーマウンテンアーセナルディスポーザルウェル、マウンテンジオロジスト三二十三三十六 http://archives.datapages.com スラッシュ,ッシューッデータスラッシュ rmag スラッシュ milligram スラッシュ1966スラッシュ webans.htm 広島大学地球惑星システム学科水は、地震の引き金になる EN、en パラドックスバレーパラドックスバレーユニットより、 ハフポスト、シェールガス採掘が、群発地震誘発か、アメリカオクラホマ州閲覧2018年4月28日 EN、KPCCSCPR カリフォルニアアンシーテッド、アズアースクエークキャピタルバイアンライクリーニューカマー、閲覧2018年4月28日。ありがとうございます。